ディズニーシアトリカルグループ、ディズニーシアトリカルプロダクションズディズニーシアトリカルプロダクションズは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの主力である、ウォルト・ディズニー・スタジオの子会社である、ディズニー・シアトリカルグループの演劇、ミュージカル作品制作会社、ディズニー・ブロードウェイとしても知られる。ディズニーエンターテインメントに長く携わっていた、ロン・ローガンにより、1993年に、 ウォルトディズニーシアトリカルとして発足した。1994年の美女と野獣を皮切りに最新の2014年のアラジンまで批評の上でも経済的にも成功している作品の制作で評判を上げている。トーマス・シュマッカー率いるディズニーシアトリカルグループの一部門である。1993年2月8日ミュージカル美女と 野獣制作のためにディズニーパークのライブプロダクション部長ロン・ローガンを社長にウォルト・ディズニー・シアトリカル・プロダクションが創立された。1994年4月18日、美女と野獣はブロードウェイにあるパレスシアターにて開幕した。1995年5月、ディズニー・シアトリカルはニューアムステルダムシアターと49年間の専属契約を結んだ。この建物は ディズニー開発により改装された。次のブロードウェイ部隊下に、ライオンキングが検討され、マイケル・アイズナーは DTP を要求に応じて舞台に、詳しいディズニーアニメーション社長、ピーター・シュナイダーとトーマス・シュマッカーに譲渡し、DPT においてシュナイダーが社長、シュマッカーが副社長に就任した。1997年、DPT は再開し、 ニューアムステルダムシアターでキング・デビット、続いてミュージカルライオン・キングが上演された。1999年1月、両者がディズニー・シアトリカルグループの共同社長を務めつつ、シュナイダーはウォルト・ディズニー・スタジオの社長に、シュマッカーはウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオとシアトリカル・プロダクションの社長に昇進した。1999年11月23日、 社名をブエナビスタシアトリカルグループに改名し、ディズニーシアトリカルプロダクションはこのグループの一部門となり、2000年1月、ハイペリオンシアトリカルズが形成された。2001年6月、シュナイダーはディズニーが一部出資の自身のシアタープロダクションを創立するため、ディズニーシアトリカルを退社した。シュナイダーの最初のプロジェクトとして、マイケル・レノと共に、 映画、天使にラブソングを、の舞台化、シスターアクト天使にラブソングをの制作及び演出を行った。2006年11月3日に、パサデナプレイハウスにおいてワールドプレミアが行われ、ブロードウェイ公演の際には DPT が共同配給者となった。ニューヨークのパレスシアターにて1994年3月9日、プレビュー公演が開始し、4月18日、 正式に開幕し、ウォルトディズニーカンパニー発のブロードウェイ舞台化作品となった。1991年のアニメ映画、美女と野獣をもとにし、リンダ・ウールバートンが、脚本、アラン・メンケン、ハワード・アッシュマン、ティム・ライスが音楽を担当した。舞台化に際し、ホーム、バラード、ベルなどいくつかの新曲が追加され、公開されるとすぐに、これらの曲はこの作品の代表曲となった。 ラントフォンテーヌシアターに移行して、ロングラン公演となり、他のディズニープロダクション、リートル・マーメイドのため2007年7月29日に閉幕した。5461回上演され、ブロードウェイ史上9番目に長いロングラン公演となった。海外では、オーストラリアのメルボールンで初めて上演され、その後ロンドン、ウィーン、トロント、京都、ソウル、シュトゥットガルト、シドニー、 メキシコシティ、グアヤキル、ヨハネスブルク、マドリード、モスクワ、ミラノ、サンパウロ、および、全米、全英ツアー公演で上演されている。オランダ公演は、よプ、バンデンエンでのステージエンタテイメントとの共同プロデュースで新たな舞台装置および衣装で上演された。ドイツ公演では、ステージエンタテイメントが、ハンブルクのシアタイムホフンを完全に作り直した。 1997年7月8日、ミネソタ州ミネアポリスのオルフェウム劇場で初演されて、すぐに成功し、10月15日、ニューアムステルダムシアターのプレビュー公演で、ブロードウェイ初演となり、11月13日に正式に開幕した。2006年6月13日、ブロードウェイ公演は、ミュージカル、メリーポピンズのためにミンスコフシアターに移行した。 ブロードウェイ史上3番目に長いロングラン公演となった幅広い舞台技術を駆使し従来のミュージカル作品とは趣向が異なっているディズニーシアトリカルの作品で最も人気のある作品また世界中で最も愛されている作品の一つとされるブロードウェイの州の興行収入において常に最高の作品の一つであり ほぼ毎回完売している。1998年、トニー賞においてミュージカル作品賞を受賞した。作品の人気により、ロンドン、トロント、ハンブルク、スヘフェ人間、シドニー、パース、メルボルン、上海、モントリオール、東京、パリ、名古屋、ロシア、ソウル、ヨハネスブルク、ラスベガス、タイペイタンパ、フェニックス、スコッツデール、メサ、 フラッグスタッフ、マドリード、ノルウェー、イタリア、サンパウロなど、世界中で上演されている。2008年、作曲家のスティーブン・シュワルツは、できれば、翌年の2009年、ノートルダムの鐘を開始しようと思うと語った。ディズニーシアトリカル社長シュマッカーは2008年9月21日に、コロンバス・ディスパッチ紙の記事を読んで、現在及び、未来の舞台について、会議を行っていた。 記事には、パリを舞台にした、ノートルダムの鐘のアメリカ版がリストの中に入っているとし、1999年から2002年、ディズニー発のオリジナル外国語プロダクションがベルリンで上演され、その改訂版がアメリカで上演されると記されていた。2014年10月28日から12月7日、カリフォルニア州のラホーヤプレイハウスにて、全米初公開となった。 スコット・シュワルツが演出、ジェイス・ブロックが振り付け、マイケル・コザリンが音楽監督及び編曲、マイケル・スタ・ロビンが編曲、アレキサンダー・ドッチが装置デザイン、アレオ・ベッティがショーデザイン、ハウ・エル・ビン・クリーが照明デザイン、ギャレ・ス・オー・エンが音響デザインを担当した。2014年2月からワークショップが開始された。ラホヤ・プレハウス・プロダクションは年月日から月日。 ペーパーミルプレイハウスに移行した。2006年5月10日、ブロードウェイのリチャード・ロジャース・シアターにて、エドガー・ライス・バローズの1914年の小説、ルイジン・サル・ターザン及び1999年の映画、ターザンを元にした舞台作品が開幕した。フィル・コリンズらにより強く推薦され、主演陣は、トゥデー・グッド・モーニング・アメリカ・ライブ・ウィズ、 レギスケリーなど複数のメディアでこの新作ミュージカルのプロモーション活動を行った。1年以上上演し、2007年7月8日に閉幕した。スヘフェ人間でのライオンキング公演の後、2007年4月15日、オランダでヨーロッパデビューを果たした。これまでオランダでブロードウェイ直送ミュージカルが上演されたことはなかった。2006年、 ジョニー・クラウ・キャンプ・ムシカル・アワードのスペシャルゲストとしてフィル・コリンズが登場した。ここでコリンズはオランダにターザンが来ることを報じた。会場となるサーカスシアターのサイズによりオリジナルブロードウェイ公演より拡大された。2008年ドイツで新たなプロダクションが開幕した。テレビ番組イッヒ・ターザン・ゥ・ジェーンでターザン役及びジェーン役のオーディションが行われた。 2009年1月にアトランタのシアター・オブ・ザ・スターズにて改訂版のツアー公演が開幕すると報じられた。同じ音楽、脚本を使用し、リン・テイラー・コーベットが演出を呼び振り付け、ケネス・フォイが装置デザイン、ポール・ルビンが空間デザイン、ケン・ビ・リントンが照明デザインを担当することとなった。しかし、劇場の経済的事情により、キャンセルとなった。 2007年7月、コロラド州デンバーにある、デンバーセンターのエリー・コーキンス・オペラハウスにて、ワールドプレミアが上演された。2007年11月に、ブロードウェイの裏方によるストライキがあったにもかかわらず、ラント・フォンテーヌ・シアターにて2007年11月3日、プレビュー公演が開幕し、2008年1月10日に、正式に開幕した。映画で使用された全曲の他に、 アラン・メンケン作曲、グレン・スレーター作詞による新曲9曲が追加された。ピューリッツァー賞及びトニー賞受賞脚本家、ダグライトが脚本、フランチェスカ・ザンベロが演出、スティーブン・メアが振り付け、ジョージ・サイピンが装置デザイン、タチアナ・ノギノバが衣装デザイン、ナター・シャカッツが照明デザインを担当した。ブロードウェイ公演の評価は賛否両論であった。 オリジナルブロードウェイキャストには、シエラ・ボーンゲスが、アリエル役、ノーム・ルイスが、キング・トリトニー役、シェリー・リネ・スコットが、アンスラ役、エディ・コービチが、スカトル役、シーン・パーマーが、プリンス・エリック役、ブライアン・ダ,ダ・ナリオとメジャー・カーダが、フラウンダー役、ティタス・バーゲスが、セバスチャン役に配役された。プレビュー公演50回、本公演685回上演後、 2009年8月30日に閉幕した。2012年、ステージエンタテイメントとの共同プロデュースによる改訂版がオランダプロダクションが開幕した。2010年11月、アラン・メンケンはチャド・ベグリンが脚本を担当してアラジン舞台化制作中であることを明らかにした。2011年7月7日から31日までシアトルにある五番通り劇場で初演された。 2012年7月5日から13日、セントルイスにあるミュニーシアターで別のプロダクションによる公演が上演された。2014年3月3日にメリー・ポピンズが閉幕するブロードウェイのニューアムステルダムシアターで2014年2月26日、プレビュー公演が開幕し、3月20日に正式に開幕した。ブロードウェイ公演前に、 2013年11月13日から2014年1月12日まで、トロントにあるエド・マービッシュ・シアターにて試験工業が行われた。ケイシー・ニコロが演出及び振り付け、チャド・ベグリンが脚本及び追加作詞、ボブ・クローリーが装置デザイン、クレッグ・バーンズが衣装デザインを担当した。2016年6月より2月27日に、 閉幕するミス・サイゴン再演の後に、ロンドンのウエストエンドにあるプリンス・エドワード・シアターで開幕することが発表された。バラエティ氏は、メトモ・アフゼスの脚本及び演出のメアリージ・ジマーマンが、脚本及び演出で映画の音楽を使用したチューナー版制作中であると記した。2013年、シカゴにあるグッドマンシアター、ボストンにあるハンティントンシアターで上演された。 ピノキオ2015年7月2日、デイリーメールイギリス版は、2016年12月に、ロイヤルナショナルシアターにて1940年のディズニー映画、ピノキオのミュージカル版が、開幕予定だと報じた。物語はこの映画とカルロ・コローディによる、自動文学、ピノッキオの冒険の双方をミックスしたものとなり、音楽は映画で使用されたものの他に、カットされた曲や、 ディズニーの他の曲も使用される予定である。トニー賞受賞者、ジョン・ティファニーが演出、エンダ・ウォルシュが脚本、ボブ・クローリーが装置及び衣装をデザイン、スティーブン・ホゲットが振り付けを担当している。2015年後期からワークショップが行われた。2017年にロイヤル・ナショナル・シアターで初演を迎えた。2014年1月13日。 ディズニー CEO のロバート・エイ・アイガーは2013年の映画アナと雪の女王のブロードウェイ舞台化を開始したところだと発表した。2015年2月12日、トニー賞2回受賞のアレックス・ティンバースが演出を担当し、2017年にブロードウェイで開幕予定だと報じられた。映画版の作曲家、ロバート・ロペスとクリステン・アンダーソン・ロペスが、 舞台版用新曲を作曲することも報じられた。2016年2月9日、2018年春に開幕予定であることが報じられた。キャメロン・マッキントッシュのプロデュースによる映画、メリー・ポピンズの舞台化が、ブリストル・ヒポドロムにて2004年9月15日に、プレビュー公演が開幕し、9月18日、11月6日までの契約で正式に開幕した。 その後2004年12月15日、プリンスエドワードシアターに移行した。2007年6月、3年以上の公演の後2008年1月12日に閉幕することが報じられた。2008年6月から2009年4月、全英ツアー公演が行われた。ニューアムステルダムシアターで1ヶ月のプレビュー公演を2006年11月16日に、 ブロードウェイプロダクションによる公演が開幕することとなった。2619回上演後の2013年3月3日、閉幕した。2009年3月、シカゴのキャデラックパレスシアターにて、全米ツアー公演が開幕した。2010年7月、メルボルンのハーマジェスティーズシアターで、オーストラリア公演が開幕した。2010年4月、スヘヘニンンにある、 サーカスシアターにてオランダ公演が開幕した。2010年11月、バーのシティシアターにてチェコ公演が開幕した。2012年11月14日、セントロカルチュラルテルメックスにてメキシコ公演が開幕した。ビアンカ・マロキンがメリー役を演じた。2013年2月、レイキアビッチシティシアターにてアイスランド公演が開幕した。アイルランドで プロデュースされた公演で最も高額、困難そして成功した作品となった。2014年10月1日、ビエンナロナッカーにて、オーストリア公演が開幕した。2007年、ディズニーチャンネルのヒットテレビ映画、ハイスクールミュージカルが舞台化された。アトランタにある、シアター・オブ・ザ・スターズにて初演された。2007年8月1日から2008年8月3日。 全米ツアー公演が行われた。7月にウエストエンド公演が開幕して、限定上演された。日本、スペイン、イタリア、南アフリカ、オーストラリア、オランダ、韓国でも上演された。ミュージックシアター・インターナショナルを通じて、ハイスクールミュージカルの上演権を取得でき、世界中で5000以上の劇場で上演されている。カットなし、一幕ものであるが、 中学生向けジュニア版は1時間に短縮されている。2008年10月、続編映画、ハイスクールミュージカル2の舞台化が開幕した。前作同様ミュージックシアターインターナショナルを通じて、カットなし、一幕もの、あるいは中学生向けジュニア版1時間公演の上演権が取得できる。2010年の映画、キャンプロック2ファイナルジャムを元にし、 キャンプロック最初の2作の音楽を使用した作品が上演された。2010年8月5日、カリフォルニア州オンタリオにあるガーディナースプリングオーディトリアムで初演され、世界中で上演されている。ミュージックシアターインターナショナルから上演権が取得できる。1992年の映画、ニュージーズをもとにし、ハーベイファイアスタインが脚本。 アラン・メンケンとジャック・フェルドマンが音楽を担当した。2010年12月10日、ニューヨークにてミュージカル版の読み合わせが行われた。2011年9月、ニュージャージー州ミルバーンにあるペーパーミル・プレイハウスにおいて、ジェフ・カル・ホーンが演出を担当して初演された。ディズニーの代理人は、この作品のブロードウェイ進出は視野に入れていないが、プロアマ問わず上演権を与える道を探していると、 語った。しかし大好評につき2012年3月29日、ブロードウェイのネバーランダーシアターにて、ロングラン公演が開幕した。トニー賞において、ミュージカル作品賞を含む8部門にノミネートされ、振付賞、オリジナル楽曲賞を受賞した。2014年8月24日、閉幕した。フォーチュンクッキー2003年の映画。 ホーチュン・クッキーとその原作小説をミュージカル化した作品で、ブリジット・カーペンターが脚本、トム・キットが作曲、ブライアン・ヨーキーが作詞を担当した。2012年春にラホヤ・プレイハウスで上演予定となった。クリストファー・アシュリーが演出を務めるとされた。2015年3月31日から4月10日、リハーサルが行われた。2017年に公演が行われた。 モダン、オラトリオとされるミュージカル、キング・デビットで、ティム・ライスが脚本及び作詞、アラン・メンケンが作曲を務めた。サムエル・キア、歴代史、第一からの聖書的物語やダビデの詩編をもとにしている。2004年11月に開幕した。1930年から2004年のディズニーの曲60曲を使用している。レコーディングスタジオに集う人々が、自分の気持ちや、 人間関係について、曲を使って表現する。ワシントン DC のナショナルシアターなどで上演され、全米ツアー公演も行われた。ディズニーシアトリカルプロダクションとカリフォルニア州のラホヤプレイハウスは、デーブ・バリーとリドリー・ピアソン原作のピーター・パンの前日単、ピーターザ・ストルキャチャースの舞台化を行った。リック・エリスが、脚本、ロジャー・リースとアレックス・ティンバースが演出を務めた。 2009年2月13日から3月8日、ラホヤプレイハウスのページトゥステージの一環で上演された。ニューヨークシアターワークショップにてオフブロードウェイ公演が開幕した。2012年4月15日、ブロードウェイに進出し、2013年1月20日に閉幕し、3月から再びオフブロードウェイに戻り、ニューワールドステージで上演された。 2013年11月、ディズニー・シアトリカル・プロダクションは、ソニア・フリードマン・プロダクションと共に、ロンドンにて映画、恋に落ちた、シェイクスピアの舞台化の計画を発表した。2014年7月23日、ウエストエンドのノエル・コワード・シアターにて初演された。映画版の脚本は、マーク・ノーマンとトム・ストパードが担当したが、舞台化脚本は、リー・ホールが担当した。 デクランドネランが演出、ニック・オームロットがデザインを担当した。2015年4月18日に閉幕することが発表された。2015年特別番組、バックステージウィズ・ディズニー・オン・ブロードウェイ・セレブレーティング20イヤーズが放送されることとなった。ありがとうございます。